コーピングで苦痛が軽くなる。コーピングって何？YM さん、大野先生の趣味や気分転換は何ですか？医師に一人でできることコーピングを見つけましょうと言われますが、しんどいのでどうしても誰かを頼ってしまいます。息抜き、煮詰まった時にすることなどは教えてください。あともう一つ、ジャストミントさん、家でできる簡単なコーピングが知りたいです。そうですね、これは私にとってすごく難しい質問で、うん、最近まであんまり趣味とかなんかなかったんですよね、うん、仕事が趣味みたいなもんでですね、仕事やってる時が一番元気みたいなところがあったんです、うん、逆に言うと何でもいいと思うんですけど、自分がこれやるとちょっと心がほっこりするなっていうものを見つけていただくっていうのがいいと思うんですね、うんうん、今家でできるっていうご質問もありましたけれども、これも人によって随分違うと思うんです。静かに本を読むのが好きな方もいれば、ストレッチをしたり筋トレしたりするのが好きな方もいるっていう、人と話すのが好きな方もいれば、一人で静かに時間を過ごす方もいるっていうふうに思いますので、ご自分に合ったものを、あ、これは気持ちが安らぐなっていうことを見つけてやっていただくっていうのがいいんだろうというふうに思います。カバサー的にはまた売り込みになってすいませんけど、毎日を楽しむ人の考え方、全くこれを読んでいただきたいですね。毎日を楽しむことで毎日が楽しくなって、逆に言うとストレスとか辛いことが忘れられますよという形で、メンタルの患者さんとかに実は一番読んでほしいんですけども、メンタルの患者さんってそのやっぱり趣味とかない人がほとんどだし、こうしてると楽しいんですってことは熱く語る人はまずいないですよね、はい、やっぱりそういう趣味であるとか、なんか楽しんだりリラックスするのが下手っていうのがやっぱりメンタル患者さんの一つの特徴としてあるのかなと。逆にそういうリラックスの時間とか趣味の時間をきちんと持てる人っていうのは、日々のストレスとか辛い苦しいっていうのをうまくこう発散したり流していくことが上手なんじゃないかなっていう発想のもとに、みんなももっと楽しいことを見つけたり、そういう自分だけの極上の時間であったり極上のリラックスタイムとかを探してみないっていう本でもあるし、具体的にじゃあどうやったら探せますかってことも書いてある本なんですけども、これとてもいい本ですよね。私もありがとうございました。読んでいただけましたがありがとうございます。それでまさにそれがすごく大事で、もう一つ認知行動的な視点から言うと、悩んでる方って意外とこれができてないのに楽しんじゃいけないっていう、そういう考えが邪魔をしてることが多いんですね。これ逆で、悩んでる時こそ楽しいこととかやりがいのあることをやってみる、うん、そうすることで心のエネルギーって湧いてきますからね。例えば意欲だとか心のエネルギーって待ってても出てこないんですよ、うん、休めばいいって言われますけど、休んでも湧いてこないんです。というのはやっぱり脳を刺激して楽しいなって思うからエネルギーが出てくるので、そういうものを見つけていくっていうのが大事だというふうに思います、うん、全くその通りですね。患者さんでよくあるのが、カラオケ好きだったらカラオケでもね、で楽しんだらいいんじゃないのって言ったら、病気が治ってから行きますとかいう方が多いですよね、はい、すごくね。そしてまた一時マスコミが言ったみたいな、なんとかうつ病みたいな形で休んでるのに好きなことをしてるっていう、ね、そんな責める論調があったりするんですけど、やっぱりそれは治療の一つとして、ご自分に対する治療として考えていただくとすごく大事なことだと思いますね。治療と考えるといいんですね。そうなんですね。それもカラオケに行くことも元気になっていくために必要な治療なんだと、はい、はい、すごくいい考え方だと思います、うん、そのヒントがその本にたくさん詰まってますので、毎日楽しみにしての考え方です。だから本当これね、メンタルの人に絶対読んでほしいですね、うん、カバチャンネル3313本の全動画リストをプレゼント。ダウンロードはコメント欄のリンクから。